次にですね、まあ、このジグヘッドの重さを皆さんこう悩まれると思うんですけれども、ジグヘッドの重さというのはもちろん、まあ、自然条件によっても違うわけですね。風がものすごく吹いてるとか、まあ、あの潮がものすごく速いとかいうことは、まあ、あったら、まあ、それに伴ってジグヘッドを重くしていったりなんかするわけですけれども、そうではなくて、今はちょっとお話しするのは基本的なところで、まあ、完全に無風状態だというふうに思ってください。でその時にですね、自分のパイロットというジグヘッドの重さを決めてほしいんですね。僕の場合は 0.8g なんですよ。ですからどこに行っても 0.8g から始めるんです。よほど自分が通い慣れてて、ここの味のことは全て分かるよっていうところは、またそれに合わせたジグヘッドを使いますけれども、初めての場所の場合は必ず 0.8g を使うわけですね。これは海外でも一緒なんですね。そうすることによって、自分の感覚の中でこのジグヘッドだと全ての感覚が分かるよというようなものを一つ作っておくと、状況が把握できるわけです、ジグヘッド1個で。でそれでそのジグヘッドを使うことによって、その海の状況を把握した上で次どうしていくかということを決められるんで、もうとりあえず自分のパイロットを決めるわけですね。で、まあ、とりあえず 0.8g は 0.8g を自分のパイロットというふうに思いますと、そこを投入して釣り始めるわけですね。でそれで釣れなければ、まず何をするかというと、基本的には、まあ、潮の条件とか関係ないんであるならば、ジグヘッドを軽くしていきます。これはなぜかと言いますとですね、まあこういうふうにプランクトンの塊があって、そこにジグヘッドがあるわけですけども、ジグヘッドがこう通過していくわけですね。でこの通過するスピードがですね、重なれば重なるほど速いわけです。そうするとアジはこの塊の中に入ってきて餌を取るわけですけれども、この通過するスピードが速かったら、アジがこのワームを見つけることができないケースが出てくるわけです。ですからジグヘッドを軽くして、この通過する時間を長くすることによって、アジが見つけてくれる確率が上がってくるわけですね。ですからまずやってみて、釣れなければアジの数が少ないか、あるいはアジが広範囲に散らばってるか、どちらかだなというふうに思うわけです、考えるわけですね。ですからより長くそこの中に置いてやることによって見つけてくれるかなというところで、 0.8g やったのを 0.6 に変えたり 0.5 に変えたりするわけですね。でそうやって軽くします。で軽くしてやっても釣れないというふうになってくると、今度は逆に重くしていくわけですね。で重くして何をするかというと、まあ、距離をいろいろ測るわけです。で基本は僕は手前から沖へ釣っていくというのが基本なんです。それはなぜかと言いますと、沖の方がものすごい広い面積になってくるわけです。水中まで入れるとものすごい広い体積ということになります。そこを全部こう探っていくのってすっごい大変なんですね。10メートルの範囲を探るのと30メートルの範囲を探るというのは、もう全然探る範囲が違ってくるわけですね。ですからそれやったら10メートルの範囲を細かく探った方がより確率が上がってくるというふうに思っているわけです。ですから手前から探るわけです。どうしても手前探り切って釣れなければ、そこで釣らなければいけないとなると、今度沖を探るということになっていくわけです。でそのためにジグヘッドを重くしていくわけですけれども、そういうふうな形で手前から沖へ探るということで、とりあえず最初は軽いジグヘッドから順番にやって、どんどん沖へ出していくという意味で、そういうふうにジグヘッドを重くしたりしていきます。でジグヘッドを重くする場合はですね、一つにはもう一つの考え方として、そのアジがですね、そのプランクトンを食べてないケースというのも考えられるわけですね。そうすると結構リアクションで食うてきたりするんです。リアクションというのは動くものに対して反射的に反応するということなんですけれども、そうすると 0.5g のホールスピードよりは 1.8g のホールスピードの方が速いんで、そのリアクションが取りやすいんですね。要するに動きに対して反応させやすいようです。だってフリーで落としたら早く沈むわけですからね、もう一つはゆっくりしか沈まへんから、それに対して反応してきて見極められてしまうわけです。リアクションというのは見極められたら具合が悪いわけですね。ですから反射食いをさせなければいけないので、できるだけ動きが速いものほど反射食いをさせやすいというところがあるわけですね。ですからそういうふうなんで、まあ、重いものを使ってそういうリアクションに対して反応がないのかあるのかというところを見ていくためにも重いものを使うわけですね。ですからそういうふうにして手前から探って、いろいろことやって釣れなければ最終的に重くしていって探る。で一番最後にやることは何をするかというと、ボトムステイなんです。ボトムに放置してしまうわけですね。放置してたら今度はあの誤解とかそういったものを食うてるアジがいるかもわからないので、それらが釣れる可能性があるというところで、そういうことをするわけですね。ですからそういうふうな形をやって、初めて何もいなければ、もう最終的にはそこでどうしても釣らなきゃいけないけど、釣れなかったらもう移動するということになります。もし
移動する場所がいくつもたくさんあるんやったらもうパン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 ってやってもう釣れなければすぐ移動していくというの方が早いかなというふうに思います。そこでどうしても釣らなきゃいけないケースと、まあ、他にも行くとこあるよというケースではもう探り方が全然違ってきますし時間のかけようも変わってきています。ですからそこら辺は皆さんの行かはる場所によってケースバイケースだと思いますので考えながらやっていただければいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。